さあということでですね、いよいよアルバムのお話に入っていきたいと思いますが、1月の20日に改めて日本でねアルバムがリリースされました。おめでとうございます。拍手。はい、タイトルは Still Dreaming というタイトルが付けられておりますけれども、はい、このタイトルにはどんなメッセージ、どんな思いが込められてるんですか？저희꿈의잠시리즈이후에는나오는일본첫번째정규인데요사실그냥첫번째정규죠일본에서나오는꿈의잠은끝났지만타이틀그대로저희는여전히꿈을꾼다라는의미를담고있습니다みんなそれぞれ小さい頃の夢ってもう小さい時から歌手になりたかったっていう気持ちはあったのかな？パワーレンジャー。パワーレンジャー？パワーレンジャー。パワーレンジャーになりたかったの？はいはい、初めて聞いてます。あ、そうだったんだ。じゃあみんなそれぞれ真ちゃん、おりゃすって、一番ね小さかった頃は最初にそういう夢を持ってたってことですけれども、でもやっぱりね歌手、はい、アーティストとして活躍したいっていう思いがあるからこそね、今みんなそうやって、アーティスト活動ができてると思うんですが、で今回のアルバム「Still Dreaming」ですけれども、当然ですね Tomorrow by Together のファンの皆さんは持ってらっしゃると思いますけれども、今この番組を見ているニコ生ユーザーのみんなにもぜひ聞いてほしいと思いますので、ここからはこんな企画お届けしてまいりたいと思います。題しまして、アルバム「Still Dreaming」本人曲解説。はい、ということでございまして、ここからはしばらくメンバーの皆さんにこのアルバム「Still Dreaming」に収録されている楽曲に関していろいろお話を聞いていこうと思っておりますが、今回のアルバムにはファーストシングルとセカンドシングルの楽曲と新しい曲が2曲、そしてイントロアウトロの2曲を含めた全部で10曲が収録されてるんですけれども、今回新しく収録された2曲についてのねお話を早速聞いていきたいと思いますけれども、まずはアルバムに収録されております日本オリジナルの新曲のお話から聞いていきましょうか。はい、じゃあメンバーの皆さん、チグムン、カッチー、チェガ、せーの、クロケ入ってにか、この曲です。クロケヘ、はい、この曲です。はい、じゃあいきますね。はい、ハナトゥーセ、この曲です。おう、自分の中の声が個人的この出会いだ、瞳の奥の方で強く褒められたね、笑ったな、大喜び、僕らの明日まだ緑がない、くじけることもあるけど、みんなそんなに気にならない、もうどこどこがたどり着いた、わぁわぁわぁ、君と未来を守りたいんだ、 その向こう側へ今さ、君とならそう、早く旅立つ、いつか見失ってしまう。収録されております2曲目のナンバー「フォース」だったんですけれども、これ実はね書き下ろし楽曲で、あのミセスグリーンアップルの大森元貴さんの書き下ろし曲ということになってますが、最初にこの曲聴いた時にどんなイメージだった、みんな。되게뭔가가슴이벅차오르고뭔가희망찬 느낌이많이들었어요곡을들으면서そしてなんかこう疾走感のある楽曲だよね。너무좋았어요완전되게좋았어요레코딩을した時苦労したことって何かありますか？뭐일단노래자체가빨라가지고맞아요되게힘들었는데근데계속하다보니까적응이되면서점점발음도좋아지고곡의느낌도점점잘살린것같아요みんなが歌っているねその言葉歌詞がスーッと耳に入ってくる、そんな一曲になってますから完璧なレコーディングだったと思いますよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。しかもこれアニメの主題歌なんでしょ。はい、はい、すごいですね、はい、アニメワールドトリガーの主題歌ということですけど、うん、アニメの主題歌をやるっていうのはこうアーティストとしてどうなの、やっぱり嬉しい。あ、일단굉장히유명한애니메이션이잖아요、うん、그래서저희가그런애니메이션의주제곡을부르게돼서너무너무감사했고또이제애니메이션오프닝으로이렇게애니메이션이같이나오는걸봤는데노래랑되게어울리더라고요、うん、그래서되게뿌듯하기도했고또그런곡을주신미세스그린애플오모모리상이너무감사하고감사했습니다 진짜감사합니다いや、さすがですね。はい、ということで「フォース」ご紹介しましたが、アルバム「スティルドリーミング」から次はこの曲ご紹介したいと思います。じゃあメンバーの皆さん、タシチェが、ハナーという聖黒木ハルテニカ、はい、この曲です。黒木ヘジュセ、はい、はいはいはい、いきます。ハナーという聖、この曲です。収録されていますが、5時53分の空で見つけた君と僕のジャパニーズバージョンだったわけなんですが、実はあの韓国でね、すでに去年の秋にこれ公開された楽曲ですけれども、僕ね、あの韓国のショーケースリアルタイムで見てたのよ。あ、本当に見てたんですよ。みんなの記者会見も含めて、もうめちゃめちゃね、あ、そう、ありがとうございます。で、あのこの曲を聴いた瞬間も鳥肌立った、かっこよくて、めちゃめちゃかっこいい曲だよね。ファンの皆さんの反応はどうでしたか。あ、이게일본앨범티저영상들이공개되자마자팬분들이이미아는곡인데도너무좋아해주시고설레해주셔갖고저희도또새롭게활동하는것처럼신나게할수있을것같아요。韓国語バージョンと日本語バージョンとミュージックビデオはどんな違いがあるのかな、今回。분위기가조금다른데아직안보신분들을위해자세히이제설명은생략할게요。영상으로직접봐주세요。はい、ぜひ見てください。そうだよね。見ればわかるっていうことでございますけれども、はい。ちなみにミュージックビデオの撮影の時ってこう忘れられない思い出とかエピソードありますか？저희가그호숫가에서촬영하는장면이있었는데그그장면이정말딱5시53분에끝이났어요。그래서하늘색도진짜너무예뻐갖고되게좀되게즐거운분위기에서촬영을했던것같아요。또이제아무도없는놀이동산에서놀이기구타면촬영하니까저희도너무좋고또스태프분들도부러워하시는것같더라고요。とても幻想的な、ね、映像世界が広がっていると同時に、メンバー一人一人 の、 その個性がうまく出ているミュージックビデオになっていると思いますので、楽曲も含めてですね、ぜひ改めて見て聴いて楽しんでほしいなと思います。この他にも、ね、おなじみの楽曲収録されていますが、アルバム全体通して聴くとまた一つの世界観、スティルドリーミングの世界観が、ね、生まれると思いますので、ぜひ改めてチェックしてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、チェックしてください。はい、さて、実は皆さん
やっと今年韓国で全員成人になるということでおめでとうございます。ありがとうございます。ねえ、いや若いです。やっぱり、ね、今あの制服っぽい衣装を着てらっしゃいますけれども、やっぱりこう、はい、気持ちはもう大人でしょ、成人になるってことは。まだメンバーたちは子供です。メンバーたちは子供。でも、ね、점점성장하고있죠。そうだよね、成長してると同時にアーティストとしては成熟して生きてるなというふうにね、音楽を聴いてても感じますけれども、さあそんなですね、大人になったばかりの皆さんに学生時代を思い出してみましょうということでご用意いたしました。こちらです。何かというとタルゴナです。タルゴナ、タルゴナ、はい。ちょうどね、去年はコロナの最中にタルゴナコピーがすごくね流行しましたけれども、はい、日本でもすごい流行ったのよ。しかも韓国語のタルゴナっていう言葉が流行しました。さあそれではですね、これからタルゴナ作りにチャレンジしていただこうと思いますが、まあ、作っている間ですね、ただ夢中になっていただくと一応これ番組として成立しなくなってしまいますので、作っていただいている間に私の方からメンバーの皆さん一人一人に質問を投げかけていきますので、その質問に対して、はい、ハングル5文字で答えていただこうというそんな企画になっております。はい、そして今日はただタルゴナ作るだけじゃなくって、一番大きなタルゴナ作ってくれた方にはなんとスペシャルプレゼントがあります。좋습니다。はい、ということでそれでは早速タルゴナ作り始めていただきましょう。